近畿大学精神です。本日はここ両前底にて2019年度M 宝門を演舞させていただきます。この会場1・3回戦となっております。残り少ない会場全力で演舞させていただきます。ご声援のほどよろしくお願いします。レッ直れ、はい、それでは次は日本橋、忘れ物のないようお注意ください。頑張れ。コンセプトはホテルに呼ばれる女子大生の笑い男子、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 女子大生の笑い男子
演武名は奇跡。教組紐は飛鳥奈良時代に中国大陸から日本に伝来し、平安室町と時を超え形を変え、現代まで人々の手で継承されてきた京都の伝統工芸です。私たちはその精髄と次の時代につないできた人々の姿を表現します。それでは共演袖振れ花風刺の皆さん、どうぞ。だから、いててててって言ってるじゃん。